え違うちが俺だ自分で作ったって俺家田舎に家建てて今そこでやってんだよ決断したのは24歳の頃童貞家の方が先に建ったわんちん建てる前に家建てたったわ防音室あ俺でもあれだよ自分の家建てる時に配信してる部屋は言ったら作ってもらえたよちゃんとなんか壁の分厚さ8枚ぐらいにして窓くそ分厚くして扉分厚くして換気扇換気扇も換気扇から音が漏れるといけないから なんか特別な換気扇みたいのをつけて音が漏れないように賃貸違うちが俺だって自分で作ったって俺俺家建ててん地方だけどね田舎に家建てて今そこでやってんだよ配信そう俺一軒家だよだからもう正直な話やろうと思えば家全体にカメラつけてもうどっからでも配信できるようにできるてか俺そうするつもりなんだよね風呂とかにもカメラつけといてなんか 何かできたらいいなとか思ってんだよな何かおもろいことい,いずれねいずれ配信をやっていくにつれて何かゲームとかが飽きた時にそういう実写系の配信ができるようになればいいなと思いながらそう、だから一軒当たってたんだよ俺配信の家ストリーマーハウスそうメントスコーラブロとかもできるよ多分もったいないって言われるけどちなみにおいくらぐらい いや、奥じゃないよ。奥なわけねえだろ。奥、そんぐらい、それだったら東京だよ。それ、建てるなら。地方だったら、全万でいけるよ。いや、奥はやばい。もっと広い。こんな田舎で、奥の家建てたら、もっと広いね、多分。田舎だと、そんぐらい出せば、まあいい感じの家建ったね。しかも、しかもなんかあれなんだよね。うちのほとんど知り合いとかに、 色々やったからね結構安めでいい感じのしかもやっぱ知り合いの大工だからその要望を言ったらね全部やってくれただって俺んちの台所俺専用に作ってあるからちょっとた高えんだよなちょっと高めの台所なんだよねだから普通の人がつく使ったらね多分高すぎて使えないと思う普通の家の台所だったら腰痛くなるんだよマジで低すぎて俺ど胴体が長いからさだからそこもやってもらったし で基本家,家で頭ぶつけるとこないし俺の身長を計算して作ったらしいからそれに作ってね色々ねこだわりがあるんだよこだわりがまあ、でも YouTube ドリームで稼いだ金だよみんなまあついでだったけどなやっぱ税金エグすぎて税金エグすぎるからなマジでもう使わないともったいないと思って意を決して建てました決断したのは24歳の頃 童貞家の方が先に立ったわ俺でもだいぶ珍しい人生を送ってる気がするんだよなだからそうやって思うとマジで珍しい人生を送ってる気がするうんそうだよおめえちんちん建てる前に家建てたったわ